はい、じゃあよろしくお願いします。今回は小学校4年生の算数0の多い掛け算っていうところをやります。見てね、問題見てくれれば分かるように0がいっぱいあります。もう0祭りっす。で、こういうのを簡単に解く方法があるんですけど、それをね、サクッと教えて今回の動画短く終わりますんで、まあなんかね、はーってジュースでも飲みながら見てくれたらと思います。ではお願いします。1番、300×20 はとあります。もちろん知ってる子はね、知ってるとは思うんですけど、これ0をですね、後で使います。どういうことか。ここ0さあるでしょ。全部で3個あります。いいよね。 1,2,3 個あるでしょ。その0は後で使うとして、じゃあそれをなくしたとしてください。3です、2です、3、2がいけるよね。3、2が6でしょ。6で0、3個ね、取っておいたので3個つけようぜって、終わり。これだけです。もちろん算数が得意な子とかは、知ってるしんなことってね、思う子もいると思うんだけど、算数のね、苦手な子とかは本当にこういうの知らなかったりしてね、わざと筆算してね、時間もったいなかったりするし、めんどくさいことするよりはさ、簡単にした方が楽じゃんか。だからね、そういう苦手な子向けに作っている動画なので、まあ心広く見てくれたらと思うんですが、いきましょう。5000×40、こことここ全部で4つあります。で、5×4×20 だね。 5×4×20 って書いてから4つ足してあげるので、1,2,3,4、1,10,100,1,000,10,000、答えが20万となります。いい？次いくよ。 40×600、 これも一緒です。ずっとやっていくよ。0が3個、0を何個取っておくのか、そこが大事だからね。4×6×24です。で、4×6×24で0が1,2,3個、24,000となります。このままいくよ。4番、 120×30、 0は ごめんね、0は2個です。で、12×3、 もちろん暗算ができる子はね、暗算でお願いしたいんだけど、できない子は筆算でもいいからね。で、一応暗算でやると、32が6、31が3って、こうなります。で、36で0が2個だから、こう3600だね。どんどんいきましょう。 2300×60、 0は3個取っておきます。で、23×6、まあこのぐらいだったら筆算しちゃっていいからね。筆算ちゃんとしてくれると、638だから138になります。で、0が3つ、1,2,3、 138,000とはこんな感じです。いいかな。じゃあ最後いくよ。 1200×50、 0は3つやね、3つ。 12×5 をすると、これもね、やると60になります。で、0を3つつけてもらったら、こうやって6万となるからね。こういう感じでやってください。で、ちょっと注意が必要なんだけど、見ててね。ここです。 205×、 3004とかにしようか。おお、0いっぱいあるやん、取っとこうって思うんだけど、これね、0が途中に入ってるじゃんか。これも、これは今のやり方ができません。これはちゃんと筆算してください。この技が使えるのは、右側にこうやって0が固まってる時、40,300,2,008,000とか、0がこうやって固まってる時しか使えませんね。なんだよ、そういう時しか使えねえのかよって感じもするんだけど、逆に知っておいたらこういうのが簡単に解けるからね。ぜひ、掛け算の時しか使えない技です、これ。うん、その掛け算の時に0の多い掛け算はこういう風にやったら楽なんだっていうのを頭に入れておいてくださいね。じゃあ今回はこうやって5分以内に終わったね。このルールだけは覚えてくれればと思います。ではサクッと終わりましたが、今回はこれで終わりにします。ありがとうございました。以上です。